どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続き行きましょう。3月22日、午後5時24分。なるほど、法律事務所。迷い様、迷い様、ああ、泣いちゃ、ごめん、はるみちゃん。私、もうダメです。ああ、泣いちゃ、大丈夫だよ。まだチャンスある。え？誘拐犯の要求は無罪判決のはずだ。迂闊に迷いちゃんに手は出せない。まだ大トロさんは有罪になったわけじゃないんだからね。泣いてる暇はないよ。今は行動しないと。そうですよね。迷い様はもっとお辛いんですから。そうだよ。じゃあ、あんたたち、まだいたすね。おひげの刑事さん。はるみちゃんにとって糸の子刑事は、おひげの刑事という名前のおじさんらしいな。男糸のこぎりけやしり、男糸のこぎりけやすけ、話があってきたっす。忙しいんだけど、適当にあしらずんで。これからはどうするんですか？え？クビになったんですよね、刑事。新しい仕事は？それっす。自分はどうすればいいっすか？次の給料日まで思いっきり無収入っす。何言ってるんですか？次の給料日なんて永遠に行きませんよ。とりあえずあんたのところで働くっす。ええ。明日までに大トロの無実を証明するものを探すっすよね。まあ、そうですけど。やるっす。自分も手伝うっす。捜査はもちろんのこと、留守番だって完璧っす。あと、簡単な料理もお任せっす。お願いしましょうよ、なるほどくん。ちなみに、得意メニューは、そうめんっす。なぜ僕の周りは麺類好きが集まるんだろう。自分もあんな自分じゃ初めて見たっす。証人が自殺しても構わないなんて。そんなことなんてひどい。でも、そのおかげで真実が分かったっす。真実？最後の桐生さんの証言、あれは真実だったんだろうか。確かに証言自体におかしなところはなかった。しかし、根本的に納得できない点があります。何のことっすか？なぜそこまでして大トロさんに罪を着せようとしたか。その理由ですよ。そんなものどこにもない。じゃあ、あの証言は嘘だったと。何かまだ裏があるような気がするんです。見つぎならそれぐらいのシナリオは作るでしょう。そんな汚いことを。女のケンさんの方がまだマシではないですか。カルマメイ。そういえば、彼女、カルマケンジはどうなりました？確か、狙撃されてって。今朝、法廷に向かう途中、ピストルで撃たれたっす。具合は、どうなんですか？三つ木は命に別状はないって言ってましたけど。それは間違いないっす。撃たれたのは肩っすから。今は、弾丸の摘出手術も終わって、病院で寝てるはずっす。どこの病院ですか？あ、なんすか？行くっすか？お見舞い。いや、まあ気が向いたら。あんた、いいとこあるっすね。法廷に出られなくて死ぬほど悔しがってたっすから。思いっきり叩かれてあげるといいっす、無知って。叩かれてあげましょうよ、ナロード君。やっぱりやめておきます。病院の名前は確か、堀田クリニックっす。聞いたことあるような。まあ、後で顔を出してみるか。とりあえず移動しようか。まず留置場。同日某時刻。入試場面会室。監視の話によれば、大トロさんと一緒に、桐生さんも留置されているらしい。じゃあ、早速お話を。二人とも取り調べ中だってさ。マジか。じゃあ、刑事課行ってみようか。見つりきるんじゃない？きっと。警察署内刑事課。なんだか皆さん忙しそうですね。うん。明日の法廷に向けて証拠固めをしてるんだろうね。おい、早く被害者のリストを回してくれ。むちゃ言うな、120いるんだぞ。ナロド君？大トロさんって大悪党だったんでしょうか？どうやら別の事件みたいだね。120ってすげえな、確かに。じゃあ、ホテルのロビー行きますか。同日某時刻、ホテルバンド、ロビー。さあ、ナロド君、手がかりを探しましょう。マヤさんのために。そうはいかないよ。おばちゃん気安く呼ぶんじゃないよ、このギザギザのとか。
あんたのせいでおばちゃんまた悪者にされちまったよ。約束通り、みっちゃんにガンもらったけどさ、おばちゃんが欲しかったのそのもんじゃないんだ。あいしゃ、あい、おばちゃんが安い店で先生で、ぐぐぐ。キャー、おばあ様、触んじゃないよ。だっこでヘルメット空気も入ってこないんだからね。あの、どうしてヘルメット？はん、おばちゃん殻に閉じこもっちゃったんだからね。この先に住みたかったらおばちゃんを倒してからに死な。参ったなぁ。はあ、この場所に物を足すようなやつは100万光年早いんだよ。やれやれ。この宇宙人を何とかしないと。じゃあ移動するしかないな。ああ、ホテル、ロビー、留置所？留置所戻る？なんもないね。とりあえず法律事務所戻るか。堀田クリニック一応行ってみよう。同日某地獄。堀田クリニック。ロビー。あ、ホッタクリニックか、失礼。ボッタクリニックだよな、そんな目だった気がする。まさかまた来ることになるとはな。うん、応援会かな。うん。あ、どうも。って、あんたは。あ、委員長のホッタですわ。ほうほう。おじさん、まだいたんですか。うん、なんだ、おなんだ。委員長先生に向かって。うん、うん。先生。みすぎ。うん、委員長のホッタですわ。ほうほう。お、あた、今朝の、どうしたかな、うん、先生、メイは、彼もメイの具合は、うん、心配なんよ。うん、あ、なんつってもほら、わしがね、このわしがね、じきじきね、うん、ひひ。うん、俺、なんだ、手術をさ、やっといたから。礼を言わせていただく。どうやら知らないみたいだな、この院長先生の秘密。かわいそうに、彼女はすっかり怯えすみたいだな、うん。無理もないね。うん。鉄砲だもん、相手は。わしがこっそり忍び寄ったら、キャーとか叫んじゃってさ。はあ。いやあ、かわいいね。もう、引っ張ったからしまった。無知で。結び泣いちゃったもん、わし。でも、もう癖になりそうだわ。うん。にゃー病室に帰りなさいな。厳しいな。もう厳しい。めいちゃんた。でも、そこへ、んにゃーじゃあわし、うん、そろそろ点滴の時間だから、うん、何かしら。なるほど、龍一、その手に持ったチューリップはやっぱり来るんじゃなかった。お見舞いなんて。チューリップって裁判所の前で撃たれたの。ちょっと右肩をね。大したことじゃない。こんなのよくあること。本当はそのまま法廷に立つことだってできたのに。そんな無茶です。さっきまで怯えてたくせに。それなのに、そこのケンさんが無理やり声連れてきたの。そこまでして私の手柄を横取りしたかったのかしらね。肩にはまだ弾丸が残っていた。当然の処置だ。おかげで、君の無茶な取引を尻拭いをさせられる羽目になったが。取引。カルマケンジ、君は昨日、キリアさんと取引をしただろう。何のことかしら？大トロさんを確実に有罪にするために、今日の法廷で彼女に証言を拒否させた。さあ、知らないわ。そんな証拠があるのかしら？なんだって？運が良かったわね。なるほど、リュウチ。私が法廷に立っていれば、事件はもう終わっていた。キリオさんの偽装を隠したままか。そんなことは問題じゃない。偽装があろうとなかろうと。私のするべきことはただ一つ、大トロの有罪を立証することだよ。そのために使えるものは何だと使うわ。カルマケンジ。神やキリオは君との約束を信じきっていたんだぞ。真実を喋らなければ大トロが有罪になるって。それがどうかした？そのせいで彼女は有罪になりかけたんだぞ。君の言うことを最後まで信じたせいで。それは彼女が弱い人間だから、私には関係ないわ。君だって知っていたはずだ。キリオさんは。痛い！そろそろ病院の面会時間はおしまいよ。失礼するわ。どうしたんでしょう、急に慌てて。思いっきり叩かれそうだな。みつるぎ。みつるぎ、今日の法廷は何だ？お前だって、キリオさんのことは知っているはずだ。いくら証言させるためといえ、何もあそこまで。ああでも言わなければ、彼女は証言しなかった。いいかなるほど。法廷は人間を裁く庭だ。私は
命を懸けてあの場に立っている。だから証人にはそれを求める。当然のことだろう。そういえばミスリキ、今日の法廷珍しくうろたえてたよな。証人、そのカードこちらに渡すのだ。早く。貴様はなんというバカなことをしてくれてるんだ。こいつを今まで私の目から隠しておくなんて。あのカード一体何だったんだ。こいつのことか。いいか、これは極秘情報だ。誰にも漏らすな。特別捜査課が何台持っているか署内でも知らない人間が多い。わかった。このカードの持ち主、名前は殺し屋サザエモンという。その名の通り殺し屋だ。凄腕のな。殺し屋？マジか。やっぱそういうことだよな。次回いきます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。小林製薬の伊藤洋司。なんか聞いたことあるな。どっかの CM で聞いたことがある。明日の動画でお会いしましょう。小林製薬の伊藤洋司。いや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 、揃えろよ。ごめん。